めっちゃ音流れてますけど今ちょっと調整が効かない状況でして、大丈夫かな。お待たせしました、レトロゲームチャンプお送りしてまいります。さあでは早速ですけれども、音が聞こえております。まさにこの音とともに先週、この番組に大変な被害が及んでしまいました。それでは紹介しましょう、この方です。今日はあの入場シーンがございません、映ってるし映ってねえし。どうだしだ。こちらがハルマゲドンの被害に遭われたマスクのメニューさんです。いやー、被害受けましたよ。あの先週、マスクのメニューさん、ハルマゲドンが札幌市北区篠野西ぐらいしたようで、プロジェクターが壊れました。もうね、平成も終わろうかという世に、はい、あの久々に聞きましたよね、家電からのブンっていう音とともに映像が消えたわけで、プロジェクターの。そうなんです。で、その前にあのパソコンの調子が悪くなって、あと先週放送終わったんですよ、これもハルマゲドンの襲来かって言われてましたよね、言ってくれましたよね。確かにパソコンもあの音声が使えなくなったんですけど、一機だけ今映ってるこのカメラだけが残ったんです。もう音も鳴らないのにこのカメラだけが生き残ったんです。したがってここで私があの伝えられることがないので、海辺さんジェスチャーでお願いします。言ったらもうあっちの画面ダメこの音声もダメって言いながら、音声は言ってないからこのジェスチャーだけが映ってた。先週は終わりましたっていうね。なぜかこのカメラだけ生き残ったんで、意味わかんなかったな、あれな。そうなんです。で、結果今日ですね、プロジェクターがまだ間に合っておりません、ですので、プロジェクターなしでお送りしてまいります。あのご覧の皆さんには全く何の影響もないんだけどね、はい、今まで全く知らない。先週よりは、カクカクすることが多いと思います。だけあのご了承いただければと思います。いや、このハッピールームの中もいつもはプロジェクター使ってるから薄暗くしてるんだけど、今日は明るいからな。でもあの暗くするあの理由もない、理由がなくなるからな。でもあの中はちっちゃくなっていただきますで、まあ、みんなコメントにも書いてくれてるけれども、まあ、ちょっとだから機材のつなぎ方が違うから、最初からずっともうあの桃鉄の BGM がさっきから流れてる、はい、したらもうキングボンビー来たかみたいな風にね書いてくれたりもしてきますけど、お祭りなんですよ、オープニングがね。こういうことなんだよな。はい、ではできそうですか、大丈夫だろ。今あの座り位置もずいぶん違うんですよ、我々はね。まあアクションじゃないから画面がこれぐらい小さくてもいけんじゃないかな。さあ一気にあのプロジェクターもね100インチを超える大画面から一気に10何インチになりますよ。しかも見てる画面で言ったら10もないな、これ。あ、そうですよ、7インチぐらいだと思います。7インチぐらい
どい小さい。でもただ画質はこっちの方が綺麗だから直接映ってるやつね。あでも思ったより角がついてないですね。うん、じゃあでは続きなんだけど、ハルマゲドンは襲来はしてないんですよね。まだあのゲーム上のハルマゲドンは落ちてないんで、まだ普通なんですよね。うん、たださっきちょっと実は嫌な目見てます我々一旦ちょっとな、見てしまって衝撃的だった。よいしょ、じゃあとりあえず行くか。ね、あのサウンドチェックをしてるときにね、うん、あの本編ちょっと見ないとチェックできないんじゃないかって、うん、これちょっと中入ってみたら続きにしてね、うん、その直後にね、うん、セーブしてないですけど、それはセーブしてないけどね。ただどうやらこの今始めた直後に落ちるそうです。うん、落ちるっぽかったね。やだね、やめてほしいね。今やりたくないんだよね、これ。うん、もうちょっと正直続きっていうのを押したくないんだよ。まあ、しょうがないな。そうです、リアルハルマゲドン被害に受けてます。はい、ほんとね、あれはひどかったな。おそれ奇跡だな。なんだよ、パソコンもやられたしね、プロジェクターもやられたしね、いろんなものがやられたわけですよ。レッツニューゲーム。でもな、ほんとまだ前半なのにいろいろ来たからな。キングボンビー来て、世紀末来て、ハルマゲドン来て、はい、でまあ、前回もキングボンビーがおとなしくなったっていうところなんだよな。はい、じゃあ今日はね、こういう形でいきなり座りで入場シーンがなかったので、始まって以来の状況ですけど、じゃあ行きましょう。レッツニューゲーム。さあ、実況山田大輔がやってしまいます。どうやらちょっとこの頭からもう嫌なんですけど、どうやらハルマゲドンが来るような感じなんでしょうか。強くてニューゲームだ。でこれの場合強くてニューゲームないっすね。さあどうでしょうか。始まります。8月です。平和な音ですけどね。さあ流れてきましたよ。しゃあ来ましたよ。やだよ、負けた襲来か。やめて。136宇宙観測センターの情報によりますと、ランダムなんだ。そしたら今月ハルマゲドンは日本を襲撃しないようです。さっきあの最悪で一番最悪なシナリオが起きてたんだよ。よかった。そうか、やるたんびに違うんだな、これな。そうなんですね。あ、よかったよかった。最悪だったからな。暗い暗いな。え、なんでこんな暗いの。ハルマゲドン近いから。え、でもそんな暗い。え、なんで画面が暗い。え、ちょっと待ってください。もうでも皆さんも暗い。暗いっすね。うん、暗いっすね。暗いな。まあいいか。サンドどうする。サンドやる。あ、だってね、今の画面ではさっきの暗くないもんね。もうさっき暗くなかった。桃太郎なんか観測センター、うん、黒川とまでが大事だったから、うん、多分こういうことなんでしょうね。変えるこれ。あ、ちょっと今変えてみてください、ね。変えた。あ、変わらないでいいです。ステロにしててください。じゃあちょっと今もしヘッドホンでご覧いただいた方は、片方のイヤホンの方からしかゲームの音声が聞こえないかもしれないんですけど、ちょっとこれ仕様で今日の仕様になってるんでご了承ください。すいません。じゃあカード見直しね。わかったよ。ゴー進めるカードとデビル。便利系、あっち系、こう虎に翼あるからそろそろゴールしたいんだよな。でうんちあるでしょ。おさらいしますけど、ゴールどこでしたっけね今ね。分かんないんだよ。あ、世紀末だから。そっかそっかそっか、うん、分かんないんですね今ね。そうそうそう、だからキングボンビー世紀末ハルマゲドンのもうスペシャルもうコースなんだよ、もう完全にな。金貯まったら進行形カード。そうなんだよな、進行形カードを今あれだよ、オレンジがなくなっちゃったからな。オレンジカードがなくなりました、うん、ね、だからうんち置いても意味ないんだよな、きっとね、場所が分かんないから。ですよね、うん、じゃあちょっとこの5を進めるカード。そうなんだよ、だから先週もめちゃくちゃいろんな展開あったのに全部それに持ってかれたんだよ最後。最後ね、この5を進めるカードだってもういろんなことがあってこれ持ってるんだから、
なのに全く意味なくなったんだよ、こう進めるカードも。トリプルプレイでしたねっていう。そうなんだ、そうだそうだ、もういい加減にしろよ。して、どうしようか、そうしたら。でもとりあえずサイコロ振る？もう振るしかないもんな。ねえ、うん、どうもわかんないし。わかんない。だから多分ただやっぱりマスクのあのぶっ飛びでここまで来たけど、やっぱりまだこれね、東北のどっかでしょこれ。あ、そうだったね、うん、なんでこんな画面暗い、なんか暗いですか今、うん、アルバムが近いから暗いの。仙台ここね。でもやっぱりぶっ飛びで一番遠いんだよ、海今きっと多分そうなんでしょうね、うん、だからもうとりあえずちょっと、あ、なんかチューブエリアなのかな、どうなのかなって言って、うん、あのパソコンがおかしかったんでね。1 あれどっちも赤い、もしかして。あ、どっちも赤い、赤い、やばい。あのこの間その物件買ってやばいってなってる時にで、リトルデビル来てるから、もしかしたら売るかもしれないみたいなね。マイナス280万。あ、でも消えた。あ、よかったよかった。危ねえ。消え去りました。暗い画面、暗い。6マス行ったのは誰だ。稲山、稲山です。マイナスでした。遠ざかる前回です。遠ざかるは前回。キジタが今どうやら関東に入ってきたか。あ、プラスいいね。プラスです。さあ、エンマです。エンマにどうやらボンビーがついています。さあ、どうだ。渋谷、みんな各選手が集まってる状況で、海だけが離れてるのかなっていう感じです、うん、そうです、ありがとうございます。ラスト5マスで沖縄行こうぜってなった時に世紀末だったもんね。ボンビーはトラベルチャンス。これが暗かったのは取られるんですよ、これ。あ、取られた。取られました。これ暗かったのは結局あれだ、いい、別に関係なかったってことかい。関係なかったんだよな。先週の終わりの、うん、暗くなるのはじゃあこれはゲームの世界だったんだ。そういうことなのかな。ね、これ今普通ですもんね、うんうん、あのハルマゲドンのせいだったんだ、暗くなったのは。そういうことなのかな、本当にゲームの中での、うん、さあ、9月です。ウェイツ落ちてもおかしくないだろう。これ負けた。おー、落ちないのか。センターの情報によりますと、落ちなかった。どうやら今月ハルマゲドンは日本を襲撃しないようです。マジ、さっきの何だったんだろうな、そのテストの時にあの最悪なとこに落ちてたからな。ちなみにテストの時にはあの中間判定はなくなりました。中間判定ともう一個なくなったから1億5000万マイナスです。秋を迎えて今年はお米がブラボー大豊作です。特に秋田は黄金色に輝くお米の収穫に大荒れ。は新潟もたわり実って水分たっぷりのお米がたくさん取れたようです。ハルマゲドン来てるけど大丈夫。犬山電池8000万。おエンマ8000万。そう、現状2位のマスクドミューム、マスクド超人でありますけれども、このハルマゲドン次第では展開が大きく変わりそうです。5です。1、2、3、4、5。これどうしようかな、ちょっと進むか。どうなんでしょうね、これ本当に。あ、赤いから、赤いっぽいですね。1、2、関東に向かってるところ。とりあえずプラスいっとくか、ちょっと今夏だから。プラスです。1500万のプラス。とりあえず地道に稼ぐ。犬山、なんかさっきから犬山ぐるぐる回って、おっと、あ、やっぱここだったらぐるぐる回ってんなと思ったんだよ、さっきから。犬山社長ゴールです。しかも連続だ。ここも犬山です。やりました。2億9240万。やべ、犬山ちょっとやばいな。ブロックカードもありますね。いやいやいや、やばいやばいやばい、犬山の連勝が止まりません。まあまあそうだな、一番遠かったかな。さあ次はどこになるんでしょうか。結局どこだったんだあれは。どこだったんだ、全然見えなかったけど。名古屋です。あら、近いですね。原宿がゴールでした。やべ、犬山いいんだよ、調子いいんだよ今。フリフラや、そう、ブロック持ってるのまずい。スニーカーや、1億です。イタリア料理屋2億。や
やちょっとやばいな、犬山いいな今ちょっと調子いいな。犬山が2位以下を大きく引き離すというそういう展開。なんと総資産10億円突破です。ダビングカード、何ダビングって何、犬山やべえ調子いい。さあキチタです、休校カード使います。あ、水田不作になると虫で取られるんだ。さあ、マイナスです。マイナス2500万。あっち行け使います。だからあっち行け使うかな、一旦。エンマ封印カード。よーし、危ねえ。おー、マスクドーさんがブロックカード持ってました。犬山も大丈夫。え、封印って何が封印されるの？社長はカード使えなくなる。なるほどね、よかったですね。いやでも正直今のはブロックしなくてよかったよ。だってカードとか取られるときにブロックした方がさね、え別に少しカード使えなくなるぐらいはいいでしょ。まあまあまあ、うん、やべえブロック使っちゃったよ。10月です。あ、ダビングカード他のカードをコピーすることができる。なるほどね。いやもうこれもずっとあんだよ。もういいだろう、こんなに落ちないんだ。富士山麓宇宙観測センターの情報によりますと、どうやら今月ハルマゲドンは日本を襲撃しないようです。あんなにあの九州に落ちたのに一発目で。ちなみに九州に落ちる確率が一番高くなっています。九州はマスクド長身は、中間点など奥のものがあります。とりあえずあっち行け使うか、あっち行け使おう。さあゴンビーがついてますからね、うん、あっち行け使いました。よし、犬山に行きました。犬山行け行け。さあ犬山に着いた。でも確かにあと13マスだったかな今。オレンジカード使いました。いやー今こういう名古屋へ向かいます。特急系ないんだよ。確かに今タッチすぐなんで、これはそれほど影響がないかもしれません。おっと、どっち。原宿の美容室が大人気です。あら6000万円。マジかよ犬山、やべ犬山調子いい。いやーやることなすことすべてうまくいっているのが犬山です。マイナス4300万は記事だ。だって今結局ボンビー何もしなかったもんね。そうです、よく、まあ、つけたってことじゃないですか今エンマに。ああそういうことか、暗くてわかんねえ。そうなんです、暗くてわかりません我々も。それだけ今カルマゲドンが近づいています。じゃあもう九州に落ちんのやめてくれ。危ねえ、なんかびっくりしもう。こんな臨時収入。ああどこ、カルマゲドンだ。カルマゲドンは九州。シェルターは気づいていない都市の、物件すべてなくなってしまいます。物件たちが消えていきます。マスクド電鉄の中華飯店、マスクド電鉄の甘い焼き物屋、米山電鉄明太子屋、被害額マスクド電鉄1億5000万円、米山社長は。もう中華飯店何も取り返さず終わったら、ついに失いましたマスクド飯店。なんとまさかハルマゲドンにやられました。ああ中華飯店、もう唯一の心の拠り所だった中華飯店が、これで一気にやばいな。もう一番だからもう他のやつなんていねえ、もうちょっと3000万ぐらいでしょ、はい、全然他の人なんもなかったじゃん、はい、もうリセットだこんなのデスルーラーだデスルーラーいやあカードも全然なくなってきたしな。とりあえずうんち使う。6年目の11月マスクド超人に試練がやってまいりました。いやー困ったね。みんな近いでしょ多分。これは痛い。ねえまた海が一番遠いから。1億5000万で宝くじくださいね。ちょっとうんち落とす、うんち
だってまた犬山連続になったら困るもん。うんち使った、カード。ちょっと今うんちが、え、この間駅に落ちたじゃん。今あの海見さんが行ったところじゃないですか今のって。ねえ、あ、この間駅に落ちたじゃん、うんち。そしてその間に一気に進んだのは木下。ちょっともうやばいよ。犬山がもうすぐそばです。名古屋一マスで、うんちが今ひょっとすると海見の目の前です。うんち駅に落ちたじゃん。さあエンマ、この間駅に落ちたじゃん。エンマはプラス160万、ボンビーがいます。どういうこと。注意で首引きカード犬山社長して、なんで犬山よ。犬山やばいぞ。犬山取り勝ちの犬山です。さあうんちがなんと海行きの真上。ちょっとやばいって。これ下も行けないんじゃないですか、下手したら。下は行けんのかな。でも今自分に落ちたもんな。自分の真上に落ちましたよ。あ、飛び散りと違うんだ。あ、何、うんちにも種類あんの。確かに飛び散りカードってのもありました。うんちに種類あるんだ、いろいろ。あ、目の前です。全く意味ねえ。いけるんですかね。いや、まあどっちかにはいけんだろう、どっちかには、ね、とりあえずクリスマスカード使おう。あ、12月です。うん、クリスマスカードを使います。やべえ、うんち違いだ。うんちっていろいろあんのか。メリークリスマス。メリークリスマス。地域開発に貢献するマスクダ超人にクリスマスプレゼントだよ。新宮のサンマーズ試合1000万円だ。これからも日本一を目指して頑張ってね。読めませんでした。新宮のサンマーズ試合手に入れました。いやー、もう中華飯店やられたから、もうこんな1000万のもらったって。犬山はウイルスカード。あと、コンピュータルームにウイルス侵入。毎月1枚ずつカードが食べられます。ワクチンカードを手に入れるまで大変です。犬山、これはちょっと、これはカードが、あれ、なんで犬山使ったの今。いや、ウイルスカードを。あー、そうかそうかそうか。生地だ、まんじゅうや。やべえ、みんなちょっと調子いいな、チキショー。キジタはここで構成を受けて、エンマはまだマイナスです。ハルマゲドン、やべえ。だから名古屋は見えてきました。もうこれで本当に、でもないでしょ。ないですよね、水田以外ないからな。いや、もうさあ、本当にね、この海見のゴールシーンはの時も結局皆さん生放送で見れてないだろ。見てません。本当に中華飯店もなくなっちゃったから、1回目のゴール本当に全く無意味なんだよ、もう今となっては。そうです、無ですね。くそ、あ、バチ当たりカードが目的地なんだ。だいたいこんなものです、クリスマスカードね。もっと高いの持ってこいやって。ありがとうございます。海の気持ちをありがとうございます。そうですね、バチ当たりカードだ。バチ当たりがそうなんだ。うんちは違うんだ。なるほどね。ここから相手が4ターンくらい名古屋にゴールまで行けないパターンにならないと、またボンビー。そうだ、ボンビーついちゃう。そうですね。いやー、ちくしょう、うんち全く意味なかった。ちょっとこれは次の年、決算になりますけど、ちょっと順位が大きく入れ替わりそうな、そんな気配。やばい、物産もやられたしね。いや、青行きたいんだけど、青行ったらうんちに、うんちに邪魔しちゃう。もう自分のうんちで通せない。自分のうんちで通れなくて、もう意味は、わぁ、どんだけですか。くそ。さあ、見てです。とりあえず一個だけなんか買っとくか。あー、納豆菓子屋か、納豆料理。とりあえず納豆、納豆菓子屋を買いました。いや、自分のうんちに泣くことになるとは。ああ、食え食え食え。犬山社長が連絡してゴールです。通り過ぎました。名古屋が今ゴールです。あ、決算近いし1000万2つ買おうって書いてくれてありがとうございます。あと犬山社長、よし、 OK。 女ネズミ小僧だー。よし、6140万。エンマにあげた。エンマにあげた。エンマ社長は借金が減りました。いや、み
みんなでもすげえ近い。誰にボンビーつくんだろう。ボンビーが今キジタになりました。表情が悪いことでしょ。犬山にあげちゃったよ。さあ、エンマ社長。ボンビー。いやだ、ここの争いにあんまり入りたくない。ボンビーについちゃう。3選手が名古屋の目の前です。海海は1人、まだ水戸です。いやそうか、ちょっと2つ買ってくればよかったな。確かに。さあ、もうすぐ決算2月です。あと19マス1しか出ね。厳しいですね。もう1しか出ないよ。福引きカードを食べられました。さっき取ったやつ。一度はゴール5です。そう、5だったらそうなんですよ。5マスあるからね。そうなんですよ。ウィンカードの呪縛が解けました。キジタ、さあ2が出ればゴール。あ、違いましたね。ここに見えないんですよ。残れてますね。すみません、ボンビーです。おちょっと待って、キングになってからつくのやめてくれよ、マジでよ。さあ、逆にミニだったらそうでもないんですが、頼むよ、今のタイミングで金庫をやめてくれよ。どうだ、頼む、来い来いミニ来いミニか。よっしゃー、ミニです。あぶねー。アウト、キングだー、キングだー。なんということか。やーべー、あっち行け。やあ、つくぞー。海海ピンチ、海海ピンチ。まだついてはいませんが、この後誰かがゴールするとつきます。1? して、なんでまた画面暗くなった？ね、キングの暗さじゃないでしょ、これ。マジです。決算です。まあいいわ、とりあえず。いやー、中華反転でかい。超人が減収です。1億5000万なくなったからな。きっしょー。ね、これはさあどうだ。あれ、でもマスクと2位だ。え、そんなもん。犬山、マスクとエンマ、キジタ、ミキマ。いや、春マゲドン痛えな。あ、変わらずですね、順位は変わらず。ちょっと失礼しますね。そうですね、なんとか犬山にキングがついてくれれば。私のモニターと海海さんが見てるモニターが同じになる分、ちょっと待ってくださいねって言わなければなりません。何だって右に書いてありますが、プロジェクターが壊されました。破壊されました、ハルマゲドン。怖いものです、ハルマゲドンは。プロジェクターは再来週ぐらいにならないと戻ってきませんので。のプロジェクターもそうでしょ。で、中華飯店と九州の物件で1億5000万やられてるからな。で、あの、現実的なお金もあのこれから1万円ほど。これは私なんですけど、かかりますので。犬山だ。ここにあったんだよ、中華飯店が。そうなんです。マスクの海海の中華飯店があったんだよ。落ちてもいないんですね、でもね、そんなにね。でもちょっと一回落ちてるんで。だって中華飯店なくなったもん、ハルマゲドンで。そうですね、1億5000万だからな、中華飯店と物件で。そうですね、それは下がるよ。ただそれでも2位は死守しています。1位の犬山がもう一人勝ちです。今どうやって映してるの？あのパソコン直接見てます。映、はい、すものがないので。映すものがないので、パソコン直接小さいの見てます。これが格ゲーとかだったらもう終わってます。画面がまた暗いんですよ。あ、でもこれはキングボンビーのやつかでしょうね、きっとね、うん、画面小さくてその色の違いが分かんねえんだよな。1、2、3。私も今身を乗り出してみてます。上野です。上野は何も買えねえだろ、きっと。うん、そうね。デパート、デパート、そうね。ホテル、ブログ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 、ね、20億円ですからね、一番安くてもね。あ、タラレバカード取りました。
あ、ボールしたー、ボールだー、くそー、なんと犬山がもう連戦、もー連戦連勝です。犬山が、犬山無双だよ、三目めちゃくつけた、くそキングボンビーがなんとマスクの超人です。くっそー、さあマスクの超人、マスクのミンビに大試練がやってきました。後ろ、あ、一番近いか、ただただです、キングボンビーとの旅だ、やばい、これでも物件なくなるし、ですとかもうたくさん買いました犬山です。これ終わったとみんなこの犬山は実は佐久間なんじゃねえのかっつって佐久間さんね、犬山やべえ、カードを使いました。さあ早速キジタが動き出しています。後ろです、終わったキングボンビーで終わった、これつまりみんなの行く方向にこれ海がいませんので、これは海は誰かになすりつけるのも難しい状況になります。やばいやばい、本当にやばい、6年目、いや7年目か、えらいことになってきました、マスクド海海。こうなったらやけになって千葉県でカード駅に泊まりまくってカードあさりするか。いやでもとりあえずだって行きたくたってうんち置いてあるしな、上には行けません。トピックスです。閻魔伝説が所有するユーバルのメロン、させんちょっとちょっと勝手に進んちゃうからでした、そうでしたね、これね、フェリーで東北狙い、そういつものプロジェクターだとね、なんとなく読めるんですけど今日ちょっと読めない。とりあえずさ、カードとかも使われるかもしれないから、もう5を進める使っちゃう、とりあえずなんか、ね、1,2,3,4,5、 くっそー、この音楽で分かる通りもういいや、もう何したってもしょうがねえからいいや、とりあえず1、しかも明け1、いやでもちょっとさ、とりあえず破産するの分かってっからカードいくか。でもなんかこれなんか左側のあれは左カードです、カードですよね、確か下ってことはやっぱりフェリー乗れってことなんだな、下はフェリーですか多分、東京行ってってことは、あ、東京ですもんね、うん、いいや、ちょっととりあえずもう何してもしょうがないか、カード買っとくか、とりあえず、ね、オレンジとぶっ飛び、オレンジカード買いました、どうせマイナスなんだよ、ぶっ飛ぶか、いや、飛びカード、いや、買いませんでした。キングボンビー、もう今までずっとキングボンビー下げてきたのに、何よ、分かってるよ、もうしかもこの時期のマイナスきついんだよ、もう。一応5,000円90円。わあ、くそー。物件売ります。売ったってどうせ足りねえんだよ。もうマスクの判定もありません。ついにはラーメン屋も奪われました。マッチャー。2位につけていたマスクの超人、マスクのビンビア。ぶっ飛びで遠ざかる。マッチャー。やべえ、エンマと同じ道辿ってる。これで。本当犬山一人勝ちそうか、どうせ借金になるんだったら特急とかも買っとけばよかったのにってね、そうね、さあ犬山、いやーちくしょー、今の時期のマイナスきついよー、1160万になります。ただ犬山もそんなマイナスいくともしません、マジで佐久間だよ、犬山佐久間だよ、特急カードです、くっそー、自由に一気に北海道に向かっていきます。やばい、もうなんかもう抜かれたよ、もうすぐそばですね、もう抜かれたよ、きっともう
現在4位だった。完全に抜かれたよ、もう。これはすぐ止まりますが、エンマのこの借金があるんですけど、それでも今3位という。エンマの農林でかいからな。だから2位、3位、4位はもうはっきりとこれみんなマイナスの状況でいく感じですよね。だからもうあれよ、ハルマゲドンとキングボンビーのもうだからトリプルのうちの2つ食らってるからな。しかもだからあれだよ、世紀末のせいで沖縄じゃなくなったからもう今トリプル食らってるのと一緒なんだよ。海坊マスクで海海は。海坊って誰ですか？海坊って誰ですか？千葉からワープ。だからトリプル食らってんだよ今。あトリプルきつい。赤い赤い青い。さあ究極の選択になってきました。でもさ、どうせもうキングボンビーいんだからちょっとのマイナスなんてどうでしょ。一緒もうね、キングボンビーいるんだから。なんだ、あまり見たことないぞ。阿弥陀くじが今一番トレンディーな遊び。そうね、これさ、エンマもやってたけど、あ、違う、阿弥陀くじ初めてだ。阿弥陀くじ初めてです。さあ、好きなの選べと。じゃここどうだ。全然楽しくない阿弥陀くじです。ブワッ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 大当たり。もうやめてくれ。2120万円全員に。あぶねえ。まあいいや、自分マイナスじゃなくてもいいよ。梅山社長にあげて。よかったね、みんな。梅山社長にあげて。マジかよ。マスクで違う。マジかよ。この時間。さあ休校です。いやもう無理だよこれ。なんか勝ち上がれる気がしないわ。グレーさんか。オレンジカードがあります。これもあれもキングボンビーも世紀末も全部来たよ。トマンまで来ました。さあ、1510万円。エンマ、エンマ、長野にいます。これ仮に誰かが、まあゴールをするとエンマが今一番遠いことになるかもしれません。そう、勝ち上がるのではなく他を落とすのじゃ。もう犬山落ちる気がしないもんな。だってな、まあ、犬山一人勝ちの状況で7年目です。もうこのトリプルクのせいで今だいぶやばいからな。オレンジあと11だよ。11マス意外と近いんですね。11が出れば大逆転がありますが、7マスただかなりゴールは近い位置にいます。黄色カードです。もうエリモが見えます。特急カード来た。キングボミーしょうがないですね。もう何来てももうね、だってどうしようもないもん、ね、この時間帯はしょうがないかという。はいはい、分かったよ。入るところです。分かったよ、何もでも持ってけよ。1億2740万のマイナスです。あーゴールさえすればマイナス2億円台に乗りました。マスクドウビューミー隠し金山で一発。次オレンジカードで10マス引き当てるんで100ペリカ。さあ犬山5です。犬山も北海道上陸が近い。プラス4970万。一人勝ちの犬山です。さあ藤田が今トマも見ます。
キジタとウミウミの争いになりそうな状況です。キジタ、クシロ、あと 2マス。エンマは今、カヤの外。まだ上の。誰かがゴールすればウミウミから、ボンビーはいなくなります。さっさとゴールしてくれ、誰か。じゃねえよ、ウミウミがゴールすればいいんだよ。そうです。そうすれば逆転の目が出てきます。頼むぞー。さあ、あと4マス4マスです。5マスだったらあと5マス使えたのに。そうでしたね。よし、一発で4引き当てようという。いくぞー。それで5。その5です。カードがいけるかな。もうさ、マイナスにして、あ、でもこいつが赤来るとは限らないんだ。あ、まあ、じゃあとりあえず黄色いっとく。クリスマスカード、クリスマス好きだな。おっ、治った。あ、でもこの誰かにつきそうな時に戻るっていうね。そうですね。ほんとやらしいわ。被害者一人みたいな感じですね。もう完全にやられ損だよ。ようやく普通の状況に戻りました。なんだよ、何も言うことねえよ。マジでトリプル全部食らったぜー、チクショー。恐れてたことが全て。さあ、キジタは4です。まだゴールできません。4進めるカード。いやな、1でそれ引くねー。ただ残りますは2マスか何かだと思いますね。でも今が今減りの次残り4とかになっちゃったらもうね。そうですね。ただおみみも同じく5になればいいんです。あ、そっか、6でもいけるのか、もしかしたら。1か6を引き当てないとあかんということで。ほうほう、線路を塞いでたら全てのうんちが違いました。あ、そう、もううんちなんて忘れてたわ、そもそも。うんちを忘れてた。あとニュースをお伝えします。まあ、なによ、これ以上何くんだよ。南の島で発生した台風は日本列島を目指して毎時40キロのスピードで北上しています。何、次台風。各地に大きな被害を及ぼすものと思われますので十分ご注意ください。まあ、どうせもう九州ねえからな。これどの方向でしょうか。南から、あ、鹿児島です。キャー、こちらは現場です。だからお前スカート履いてくんのおかしいんだよ。おかしいの、こんな台風来てんのにスカートおかしいから。キャー、台風が来るから、こんなに向かうのに。バカじゃん、お前。こんな台風の時にスカート履いてくるやつ、いらんだろ、お前。わかりません、キャーじゃねえよ。キャーじゃねえよ、と。地上だよ、地上、もう。熊本。博多。博多。何もねえからな。下関。何？さらに北上。北海道来たら嫌だな。どこに行くのか。え、なにどこ。どこに行くのか。え、ちょっと待って、この辺物件ある。秋田。弘前。ちょっと待って、この辺。青森。この辺多分海坊なんかあるぞ。海坊って誰ですか。海なんかあるぞ。台風は、かなり被害出た模様です。鹿児島、熊本、博多、下関、なんか稲葉電鉄の所有の支配の生き物や。秋田は群馬電鉄のスイーデン、弘前、キジタのスイーデン、バスのスイーデン、青森、電波のリンゴ園。被害総額はマスクドは750。まあ一番少なかったのか。2年は3750万、キジタ750万、損害保険カード持ってない。あら、ちょっとキジタさん保険金がありました。円は6500万でもないです。さあ、あと1マスです。1か、そうですね、6だと次5を進めるカードがあるんです。3、ちょっと待って。あ、でも上行けばいいか。カードですね、上、うん、上行こう。ボンビーカードが見えない。オレンジカード、オレンジ持ってるけどね。上山残りが
クラスです。上に行きました。ありがとうございます。上に行きます。今日ことごとくサイコロ運ないな。僕です。海に行きました。モトラマンカード。よし、売れ売れ売れ。あー、ないのか。そうなんです。キジタはもうかなりずっと下を進んでる感じなんです。物件がないんです、キジタ。でも残り4かな、キジタもしかして。怪しいですよ。福利カード。なんか残り4な気がしてきた。お金がザクザク出てきたぞ。何何してん、もう本当に。一緒にマイナス回答つけ進もうぜ、エンマ。マジ何歩出てんだよ。うわ、すごいですよ。1億5400万。今日カメラいつもより近いです。近い。迫力があります。ドゥ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 。そうでしょ、ほら4進めるカード持っていくからきっとあれよ。もう次4だよ、あの人。さあ、その前に今ゴールすればいいんですか。くそー、でも全然出ねえんだよ。さあ、見ます。頼むぞ、ミュイ。どうだ、 6! ほら、読んだもんですね。ヤンスメルカードを使いました。ゴール、白到着です。強くと200ゲームやるか。もう、つきっしょー。エンマ社長が本当これきっかけ欲しいね。いや、本当そうなんですよ。ちょっと次また北海道出てくれ。なんか出てる、北海道頼む。松山近くです。くぅことごとくです、今日の海海。いやー、もうマジかよ。もうハルマゲドンも食らうしさ、キングボンビー食らうしさ、そもそも言うと世紀末のせいでゴール逃してるしさ。平のマサカード。もしかしたらカードも買いましたね。あ、そうだ、中国カード持ってるやつ言って。そうだよ、犬山だよ、多分犬山中国持ってた。くそ、確かに。早く翼カード使わせてくれ。しばらく寝かせてます。あ、借金ゼロでワープで松山。そうね、ワープ狙おう。ワープ狙う。ああ、そうですね、うん、ワープが確かありますもんね。さあ、うん、あ、そう、ここここのワープ使うよ。マイレージカード。マイレージって何がたまるのね。マイレージだよね。どうせ借金してっからな。ワープ使おう。ワープ、キチタ特急カードがあります。さあ、キチタがここから構成をかけるんでしょうか。ちくしょう。しばらくマスクドームにゴールには行ってません。最初の1回だけ、一番最初に行ったんですけど誰もそれを見ていません、ね、でしかも中間あっても吹っ飛んだから、もう全く最初の意味なかったっていう。もしかしたらカード、エンマ社長、マジかー。集中力を目的地を探しちゃってください。運命のボタン、わかない。ああ、特に何もないということになります。ゾンビはカードを買ってきたようです。特製レカード、特製レカード、これ借金あ、なくなるの、まさかの。きっとくそ使うんじゃない。くそ、これはウミウミが一人負けの状況になる可能性が出てきました。それはね、そうよ、ハルマゲドン食らってキングボンビー食らって。長渕さんみたいになってますけど、歌ニグマベクラテイアルマゲドンクラテイ最後に世紀末。急にトリプルククラったら長渕さんになるじゃないですか。
があるんですか。先週猿川崎さんだった。先週どうだかある。どうすか、いろんなの出しますね。世紀祭りキングボーベとハルマゲドンキで世に乗るぜ。俺に残ったのは借金だけ。世紀末に俺に残ったのは借金だけ。キングボビーもハルマゲドンもいらねえぜ。じゃあサイコロだね。危ねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、こんな歌歌ってる場合じゃないんだよ。どんどん新しい新しい。もうね、もうしょうがないよ、シャックもね。1出せよ。1やー、ダンプです。これ持ち金ゼロになるのかな。あ、そっと室戸、どっちがいい。これ室戸って高知じゃないですか。室戸行く。ねえ、室戸って室戸岬でしょ。高知じゃないの。酒入ってんのか、お笑い。室戸って高知じゃなかったでした。じゃあ室戸行くかい。室戸行くのかい。あと行きたいところにワープしような。室戸でいいのかい。俺の世紀祭り室戸に向かっていいのかい。室戸でいいのかい。高知だから松山近いか。ねえ、すぐそばですね。四国の中ですね。よっしゃ、俺は室戸に向かうぜ。乾杯も君は人生の大きな大きな舞台。室戸ワープします。これ正直ゼロになるかな。やったー、1000円。やったー、これ借金なくなったべ。なんと、イエーイ、借金が解消されました。こんなことあるんですね。いいから行けよ、笑い。どういうテンションやね。これはテンション上がるぞい。この瞬間、犬山が一番遠いということになる。マジか、こんなミラクルなのかい。さあ、これは展開が今後変わるかもしれません。よし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 、逆転になってきました。これは、やっぱりあのワープ場所いいんだよ。あ、明らかにこれ流れを変える一手になったかもしれません。よし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 。さあ、エンマはまだ東京ですけど、横浜ですか。よし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 。さあ、状況が変わりました。よし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 。さあ、売り込みの借金がむしろなくなりました。これは来ただろう。犬山はそうすな、あいつにボンビつけたいんだよ。1月です。これは来ただろう。世紀末が近づいています。ちょっとおい。今、売り込みがいなくなりました。おい。今、ちょっと待って。今だって情報としてはまだ世紀末が近づいているって情報だけですから。ちょっと、もう来たんだろうな。世紀末がただ近づいてるだけです。世紀末に俺はキングボービーと春マゲドンを食らった上にまた世紀末をワープしたのに、俺のゴール近づけば世紀末も近づいてくる。ただ世紀末が近づいてることしか今伝えられてませんから。まだ俺のゴール近づくと世紀末も近づいてくる。遠ざかる海のゴール。おい、いい加減にしろよ、本当よ。なんだよ、マジ。いや、まだまだ違う情報かもしれませんけど。ちょっと待って、俺のワープ戦術悪くないよね。今日の
枠始めに世紀末終わった直後なのに世紀末意外と早く来るんですね。おいワープしたんだよ。世紀末はわずか1時間ぐらいで、恐ろしいことに世紀末を象徴するような出来事が起きてしまいました。目的地がどこだかわからなくなりました。矢印だけを頼りに見つけ出すしか方法がなくなったのです。なんという世紀末、混迷の世紀末、何回やるんだ世紀末。うるせえ。皆さん慌てず急がず目的地を目指してください。果たしてメメは放送中に目的地にたどり着くことがあるんだろうか。まあワープで借金なくなったんだからいいじゃないか。まあそうだけど、そうだけど近づいた瞬間に世紀末も近づいてくんだよ。本当そうなんですよ。なんなんだよ。海が調子出た瞬間世紀末が来る。特急使うの絶対来てるけど、特急使ってさ、でも行けんの。だってとりあえず特急使う。でも特急使った瞬間近かったらどうする。だって、まあ、それもありますけどね。どっかわからないと。ベクトルが面白い。いつもかもしれんやろ。いつもこれでいつもだって。マジそうなんです。もうどうしたらいいのマジで。オレンジ使って赤マスから逃げる。あ、ちょっと一旦そうしようかな。とりあえずとりあえずそうしよう。ちょっと赤マスやばいから。マジカード使いました。そうなんだよ。あのワープの近くって赤いからな。7です。一旦ちょっと青ね。青がありましたね。一旦ちょっと赤マス、ね、520万です。ただ借金はゼロになりました。さあ、犬山。あ、なんかこれ上今刺しましたね。どういうこと？上ってことは…これ北見ってことですか？ちょっと待てよ、マジで。おい！もうわかんないですよね。上から行っての場所かもしれない。ああ、そうね。キジタがどっち行くかだな。そうですね。急行を使います。オレンジカードです。上だ！これは北海道だ！マイナス9,940円。これは北海道です。マジかよ。エンマのおこれ船に乗るでしょう。マスクの上またいなくなりました。あ、プレゼント、プレゼントカードを岸田社長にプレゼントです。しかもクリスマスにクリスマスカード使うの忘れてた。そういえば、あ、そうでしたね。はぁ、イニエマチート使ってんだよ。もう一回ワープだ。もう一回オレンジ使ってワープ。あ、確かにね。あー、そうするか。一目前に行けるということになりますね。そうしようかね、本当に。お月はね、500万ですからね。あー、もういやこんなことがあるんでしょうか。本当にさ、なんなんだよ世紀末マジよ。ワープ使った瞬間北に行くかね。もう全部持って遊ばれてんだよ、ウミウミを。このゲームの悪い奴らに、キングボンビー、ハルマゲド、もう世紀末にだったら2回目だぜ。2回ともウミウミやられてんだよ。世紀末に俺はキングボンビーと。しますね。いやまあね、その借金あったが、まあまあまあな、借金消せたのは良かったけれどもだよ。ワープどっち？こっちか。全然ダメじゃん。もっと遠ざかったよ。遠ざかるワープを見つめて。もう赤にしか止まらんじゃん。いやまあでもしょうがないから、ワープから遠ざかってもしょうがないじゃん。もうどうせ何も買えねえだろ。安い。タイムシェアが安い。あ、畑あんじゃん。みかん畑、宇和島ですもんね。オレンジカード使い切りました。もう一枚あるわ。さあ、イナイです。さあ、どうやら北見っぽいですね。
飛び散りカードです。しかも飛び散れ飛び散れ飛び散り使ってくれ。もうむしろでもゴール近いから飛び散りなんて使わないか。キジタがオレンジカード。マジこんなことあんのかよ。北海道に入りました。ボタルで寿司屋横丁1億です。送り手が出ました。キジタウニ丼やイクラ丼やイクラ丼やキジタ復活。これは順位を上げそうです。この後決算です。今日ここまでですね。決算やって終わりとなりそうです。エンマが440万。トラベルチャンスです。今日のウミウミはもう散々でした。散々でした。かわいい動物を捕らえたのです。ロボッペでローリング券を食べる。お、マジで？エンマのそんなことあんの？リンゴ園ですね。主にリンゴ園が食べられます。モーリン食われた。エンママジで大丈夫？エンマがこれは偉いことになります。これ順位が変わりそうです。さあ決算です。犬山も相変わらずです、ね、キタがちょっと伸ばしました。さあこれで持ち金を足して犬山9億だってよ。まさかの犬山ですけど18億まで乗せて犬山キジタエンママスクドの順です。そりゃ下がるわ。最下位そりゃ下がるわ。だってキングボンビー食らってんだ。世紀祭り親マスクドの収入減りましたね。だってキングボンビーに売られたもの。キングボンビーで借金になって売りましたからね。そうですね、うん、今日はここまでということになります。いや今回もトリプルプレイが見れるとは思わなかった。全部食らってるからな結局。そうですね。7年目が終わったところの順位はご覧のようになっています。世紀末だって2回とも被害食らってるからな。かなり早いスパンで世紀末がやってくることも分かりました。2回とも被害受けてんだよ。いやー驚きました。ああ急降下した。いやそりゃ下がるわ。そりゃ下がったよ。ただ一気にこれ戻ったってでも V 字回復したっていうのも分かります。まあまあまああのワープのおかげでね。皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。では最後にお願いします。いつもお願いします。トリプルミュミクロまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。来週はいいことありますように。